ご感想ありがとうございました。 ありがとうございます。最終でございまして、リボンドラいかがでしたでしょうか。今日はですね、監督にお越しいただいております。早速お呼びをしてお話をしていきたいと思いますので、ではもう一度拍手の方をお願いいたします。伊藤智章監督です。どうぞお入りください。どうも、監督の伊藤です。ありがとうございます。今日は本当に今日今見ていただいたゴンドラは30年前に作った映画です。すごい古い映画になるんですけど、わざわざ見に来ていただいてどうも本当ありがとうございました。どうもありがとうございます。今回そうですね、リバイバル上映というふうに、はい、言われておりまして、30年ぶりなんですけれども、ちなみに30年前にこれ見てますよという方っていらっしゃいますか。ありがとうございます。お一人ですね。ではいろいろと映画のお話、これをどういうふうに作られたのかとか、ちょっといろいろとお話を伺ってまいりたいと思うんですが、はい、はい、今30年ぶりということで、リバイバル上映、どうしリバイバルになったのか、これだけの力を持った映画だからなと皆さん多分納得されたんじゃないかなというふうに思うんですけれども、まず一番最初に作られたところの話から少し記憶を遡っていただいてお聞きできればなと思うんですけれども、この作品が1984年に作り始められたと伺っていて、そうですね、86年ですね。6年です。できたのが6年、はいはい、で公開がその年、その年じゃなくてまた2年経っちゃいましたね。88年になりましたね、はい、なんかかなりこう紆余曲折があったという伝説の映画だというのを私も聞いたことがあったんですが、実際に見たことが正直なくてですね、で今回初めて見させていただいてた、はあ、こういう映画があったんだなと、伝説と言われるのはよく納得だなと思ったんですが、まず撮りたいものをですね、その当時の20代、監督も当時20代だったんですよね、はい、そうですね、もう30になる年です、うん、入力から、はい、でスタッフさんもほぼ20代の方々、良かったですね、で、はい、その当時その撮りたいものを撮るという、環境的になかなか、今もそうかもしれませんが、うん、非常に難しい時代だった時はバブルですよね、はい、もう本当に映画業界も華やかな、はい、人たちが出てお金をたくさん宣伝会社さんが持ってきてくれるような時代に撮りたいものを撮ろうと言って撮り始めて、いろんな困難に遭われたとお聞きしたんですけれども、はい、そもそも監督が撮りたいと思ったテーマというのはどういうところで、どういう物語を作りたいというところからこの熱が動いたのかからちょっと伺ってもいいですか。一番本当最初はそのかがりちゃんの役をやってくれた女の子が、僕六本木出身なんですけど、彼女も六本木生まれの育ちで、僕の近く の家にいた子ですけど、麻布小学校って六本木にある小学校に行ってた子なんですけど、彼女が小学校の2年から学校に行けてなくて、僕が知り合ったのが彼女が4年のもう終わりぐらいだったんですけど、たまたま僕はその頃自分のところでフリースペースっていうのをやってまして、8ミリと16ミリの自主上映の映画が上映できる小屋だったり稽古場だったり、画家さんが毎週その絵画教室をやるようなフリースペースやってたもんで、で水曜日の日に絵画教室があって、夜の時間は おばさんとか近所のお母さん方が来てて、その前の時間は小学生中学生の子供が集まって描いてたんですけど、彼女はその大人の時間のおばちゃんの中で一人絵を描いてた女の子だったんですよ、で、あっと思って、なんでこの子大人の時間に来てんだろうって、その絵画教室の僕の友人の、先生というか画家に聞いたら、彼女が全く子供が大嫌いなんで、大人の時間に来てるっていうのを聞いて、もう一発で目に見せられたんですよね、不機嫌な目に、で気になるから何か聞くと別にとか言って無視されるんですよ、はい、またそれがすごく気になって、それがやっぱり原点だったんです、でいずれ彼女のお母さんと出会うようになった時に、小学校2年から全然学校に行けてないっていう、
ことを聞いて、で彼女のお父さんとお母さんというのは彼女の年からするとかなり年配だったんですよ。うんと年いってからできた一人娘だったんで、彼女の同級生たちの親から見るともうちょっとおばあちゃんぐらいちょっと年が上だったんですよね。でまあそういうこともなんか一番最初に2年生の時にいじめられた原点にあるみたいで、とにかく僕その彼女との出会いっていうのが、そのやっぱり今言われたバブルの全盛の時代だったんですけど、こんなになんとか拒絶してというかシャッターを下ろして、あの外の世界をもうコミットしてる、こんな少女がいるっていうのを思った時、この子のことを映画にしたいってすごく思ったんですよね。なんか実はバブルで浮ついてるようだけども、心が閉鎖してるっていう、解放できてないってことは、彼女がねものすごく時代のシンボルに感じられたんですよ。でとにかく子役とかそういうんじゃなくて、まんまの彼女を撮りたいっていうのがこのゴンドラを作る一番の原動力でした。はい、そういうね出会いがあって、じゃあその中でじゃあその社会の閉塞感とか、こうなんて言うんでしょう、いろいろその孤独を抱えているそういう社会が生み出してしまった、そういう子どもたちの姿とかっていうのを、じゃあ物語にしようというふうになって、多分脚本を作ったりとか、企画からだと思うんですけども、作り始められていったと思うんですけれども、かがりちゃんをやった、彼女が、主演をしてもらうっていうのも、もう決めちゃったってことですよね。もう決めましたね。それしかなかったですね。彼女ありきで出発ですけど、そこから物語っていうのはどういうふうに組み立てていかれたのか。どういうふうにっていうかね、もう彼女で、そういう世界をやろうと思って、悶々とよく六本木の街を僕は歩いてたんですよ、迷ってたんですよ。で、まあ高速ビルいっぱいあるじゃないですか。で、ふっと見た時、ゴンドラがあったんですよ。はあ、これだって思ったんですよね。街の上からもう一個の街が見える空間、これだと思ったんですよ。この青年との出会いが全てだなと思ったんですよね。監督がゴンドラに乗られたことあったんですか？それ僕は怖いから乗んないですね。そうなんですか。じゃあこう見上げた、すっごいだって高いですからね。そうですね。もう見上げるだけでクラクラしそうでしたよ。それでじゃあ青年とその少女の出会いというところから物語を作っていって、だからそのゴンドラに乗った、多分その青年は窓の中の人たちと完全に遮断されてるなっていうのがものすごくあったんで、そことつなげたいっていうのがあったんですよね。なるほど。上村さんでしたっけ、恵子ちゃんですね。上村恵子ちゃんはすぐにいいよって言ったんですか？いや、もうあれです、最初はまあやるってなったんですけど、その具体的に本当なって、クランクインが決まったよってなった時に、嫌だって言い出したんですよ。まあ言いますよね。ものすごく嫌だって言い出したんですよ。で、嫌だも何も困っちゃうわけですよね。いろんなことが具体的になって、ものすごい、お金も動いちゃってますからね。で、その時に彼女に、じゃあ家で、なんでやりたくないのかっていうのを箇条書きにして、でやりたい部分もあったらそれ両方箇条書きで書いてきてくれっつって、次の日来てくれたんですよ。ただね、やりたくないのはね20項目ぐらいあったの。それは脚本をちゃんと渡してあって、もちろんです、読んで、もちろんですよ。それもあって、こんなことやって、ロケハンの旅も一緒に行きましたしね。ただね、その20項目って些細なことなんですよね。僕のこと彼女はその時ラクダのおっちゃんって呼んでたんですけど、なぜか俺がラクダに似てるって言うんで、ラクダのジジイがうるせえんだとかね、いろいろ口うるさく言うから嫌だとかね、そんなような手のことを20ぐらい書いてあったんですけど、その やってもいいかなって思う方のやつは3つ、で1つ目はやったらやっぱり勉強になるかもしれない。小学校5年生ですよね。そうですね。その当時、その時もう6年になる時ですけど、6年になる時でした。で、2つ目が、まあ大したことじゃなくて、3つ目が目立ちたいって書いてあった。で、僕はこの目立ちたいって言葉を見た時に、あ、これはやっぱりこの子はこんな閉じてるけど、行きたいんだなって、ものすごく感じた生命力をね。だからそこをもう押して押して、押しまくって OK させました。そ
そうですか、はい、そして無事にクランクインできたわけです、はい、スタートするときにその他のね、もちろん木之内みどりさんとか、はい、いろんなこう役者の方も一緒にやられていて、はい、まあ、初めての商業デビュー作の若手の監督とやるというところ で、はい、現場自体、まあ、今本当に見させていただいた時に、はい、これスケール大きいなと思って、最初からねやっぱりそのゴンダラのシーンから始まったりだとか、まあ、空撮ではないにせよその、まあ、高いところから絵を撮るということのどれだけの大変さかっていうのは、まあ、今わかるので、どんだけお金かかったのかなと思いながらとか、まあ、そういう邪念で、まあ、最初は見てたんですけど、まあ、見てくうちにそんなこと全然気にならなくなって、まあ、最終的にやっぱり印象にすごく残ったのはものすごくこう世界観も広いし、すごく狭い人の救急として生きてる人の物語なんだけれども、ものすごくこう開けたものすごく大きな映画だなと思ったんですね、はい、でその時にやっぱりその時代にしては非常に、そして今監督目の前にいる監督はもうねお年も重ねられてる方なので納得はするんですけど、ちょっと頭を冷静に戻せば30歳いかないぐらいの青年がいきなり初めて映画撮って、あすごいなんか大きいことやっちゃったんだなっていうふうに思ったんですけど、そういう中でいろんなその紆余曲折もありね、撮影が止まったりということもあったようなんですが、監督をその突き動かして絶対これを撮ろうと思っ撮り終わらなくてはいけないというか、突き動かしたものっていうのはそのかがりちゃんも一つだと思うんですけど、もう一つには何かがあったんじゃないかなと思うんですが、そこら辺はまあやっぱりあれですよね、そこまで命がけでついてきてくれてる、うんうんうん、もう準備から何から全部抱えてやってきてくれた、うん、やっぱりスタッフのためっていうのも大きいですね、うんうん、それはすごく大きかったと思います。監督この商業映画デビュー作の前にも作品自体は形にはなってるわけですよね。ポツポツと、はい、僕はだからその高橋幸宏さんのプロモーションビデオをちょっとやったりとか、うんうんはい、そういうのはあったり、8ミリの主作は何本か作ったりとか、そういうのはあるんですけど、きちっとこういう形ではこれが本当に初めてです、うんうんうん、すごくね驚くなと思うのが、今回も昨日もねちょっと交流会をさせていただいて、すごくこう説明がない映画が良かったとか、本当に最近分かりやすくできていて、そうではない映画なのが良かったって皆さんおっしゃったんですけれども、全然なんて言うんだろう、こう抵抗して言ってるわけではないのですが、私はまあこれを見させていただいた時に、なんてこう饒舌なちゃんと映像で全部語っているというか、伝えようとしているというか、そういえばあんまりこういうの見てなかったなと思ったんですね。でその当時はそういうものが当たり前にあったんじゃないかと自分ではずっと思ってたんですけれども、その当時はそれは受け入れられなくて、なかなか劇場公開も結びつかなかったっていうのを後で聞いたそうなんだと思ったんですけれども、うん、まあ不思議なんですよね。これがその時代のやっぱり象徴的なあれなんだけど、ヨーロッパ映画のそういうのは結構やってる映画館があったんですよ、はい、うん、でそういうところにアタックするじゃないですか、はい、日本映画も嫌がられるんですよ、ね、ものすごく僕はこれは嫌なことなんだけど、うん、白人至上主義っていうかな、はい、ものすごくちょっと感じちゃったんですよね、うん、それもね上映の小屋を探してる時に悲しい気持ちになったものだったの、うんうんうん、見てもくれないんですよ、うん、それはあれですよね、キャストを見てとか、いやもう日本映画だから、あ日本映画だからダサいから、はい、でそれが結構この映画業界で偉い人はそうなんですよ、うんうん、でそれじゃなくて見てくれて評価してくれて、うんうんうん、外国の映画祭全部も窓を開いてくれたのが川北佳子さんだったんですよね、うんうんうん、川北さんが見てくれなかったら、はい、公開も多分できなかったと思います、うんうんはい、その外国にまず出品をされて評価をして戻ってくるっていうのが、はい、多分この10年ぐらいの日本映画はかなりそういう向きにいってますけど、本当に最初にそれをやってしまいその後なかなかそういうことすら、そういうことがあったということすら多分皆さんに浸透する前に監督が2作目を作られ
普通に違うちょっと形で AV の方行っちゃいましたから、流れになったんだなと、本当に話を聞けば聞くほど早すぎたんだなっていう思ったりするんですけど、ご本人としてはどうですか、今回こういう形で30年ぶりに公開になったっていう時に、で見てくれる方も時代も30年変わってますけど、やっぱりこれだけ多くの方の共感を得る部分があったりする、そういうのはどこが、どういうところがこれが伝わっていってるんだっていうふうに思うことってありますか？いや、一番僕は本当にこんなにね1月からやって、東京も関西もロングランになるとは思ってませんでした、で一番思ったのは30年経ったんですけど、30年前よりきっと悪くなってるんですよね、社会がもっと悪くなってるんですよね、だからこの時のかがりちゃんというのはかなり特殊な子だったけど、今はこういう子だらけになってる、で子供だけじゃなくて大人もかがりちゃんみたいな心を全く開けない、人とコミュニケーションができなくなってる、人を信じられなくなっちゃってる、いっぱいいるのかな、それはものすごく今年感じてます。だから決してこれはいいことじゃなくて、彼女がっていうかこのゴンドラがこの時代によみがえったってことは警告なんじゃないですかね。そうですね、本当になんかこう時をなんて言うんだろう、本当に来たるべくしてというか、その時代にもちろん一度は声を上げて見てもらうという形にはなったんだけれども、なぜかその時にはこう火がねバッと上がった火がちょっと消えるとは言いませんが、少しこう小さくなってしまって30年も経ってしまったけれども、やっぱり今そこでこうに上がってきたっていうのは何かもちろん意味があると思いますし、こうやって見に来てくださった方それぞれ思うこともあると思うんですけれども、何よりやっぱり証拠としてはその1月から始まったリバイバル上映が、最初は本当に小屋を借りてちょっと上映できたらいいなぐらいな、いやもう1日夜1回やって、はい、ちょっと関係者にトークショーやって終わればいいなと思ってたんで、はい、こういうちゃんと劇場でリバイバル上映をするなんて思ってもいなかったんですよ、ちょうど去年の今頃そういう話が持ち上がったんですけど、だから今ちょうど1年前のこと考えるとびっくりですよね、最初にユーロスペースさんが、そんなんだったら上映ちゃんとやりましょうと言ってくださって、それからいろんなその劇場ポレポレさんもされたりとかで、今月ね9月のスケジュールでうちの支配人が書いておりますが、彼女は大分のシネマ5のタイさんが推薦をされた。で私もその前のタイミングでですね、大阪のシネヌーボーという劇場さんがあるんですけど、そちら の名物オーナーからゴンドラ知っとるって言って電話をいただいて、知ってますやりたいと思ってたんですよっていう話をしてたら、ちょっと隣におるから変わるねって言って伊藤監督と変わったのが初めての出会いでしたが、本当に劇場で公開をさせていただいて、しかもお越しいただけて非常に嬉しいなと思ってるんですが、今回監督がこの30年ぶりにリバイバル上映をしたのは、ね、もちろん大きな理由があるんですよね。いやそうですね、はい、もちろん一つのけじめというか、僕は30年映画業界からちょっと分け合って離れましたけど、ずっとこの中では2本目の映画に向かおうって気持ちがありまして、で去年60の還暦を迎えた時にもうその日が消えなくなってきたんですよ。もう我慢できなくなったんで、残りの人生いつ死ぬか分かりませんから、好きにやってやろうって気持ちに今もうなってるんで、今年このゴンドラを、待っていてくれた人にもいっぱい会いました、28年ぶりに見てくれた人もいっぱい会いました、来年に向けて、で来年すぐ撮れるかどうか、再来年になっちゃうか、今度はもっと金額がでかくなっちゃうので、また借金しなきゃいけないんで大変なんですけど、もうそれのためのなんですか、自分の中の30年間を埋める意味で、今年はもう地方のミニシアターも東京も含めて、できるだけ僕は通って、皆さんの声を聞きたいなっていうのが今年です。皆さん2作目が今年か来年か撮られるということになって、今年はないです。でもね、構想はもう頭の中にはしっかりと出来上がられてるようなんですけれども、本当に
ゴンドラも今年の公開作品だという位置づけで私見てもいいと思ってもちろんいまして、はい、作られたのは前ですし一度は公開はされてますけれども、やっぱりその時代を映す鏡だとよく言いますが、映画は公開をされるタイミングっていうのも意味があると思っていて、はい、今年これがあの新作として世に出たというふうに考えて、この作品を全国で上映、私たちの劇場の仲間とか上映させていただいて、それを見に来てくださった方の、あの入場料が監督に返っていくという、はい、で返っていってその制作費で映画を撮ってもらうというのが私たちの仕事なので、ぜひ今日お越しいただいた皆様にはですね、宣伝隊長になっていただいてですね、あのこの映画が広がっていくのをちょっとお力添えいただきたいなというふうに思っております。あの監督からも思いの丈をまだまだお話足りないと思うんですけれども、あの今日いる皆さんにですね、また1週間の上映ですが2度3度と見ていただけるポイントとか、あの皆さんに伝えていただきたいちょっとメッセージとか、はい、改めていただけたらと思うんですけれど、あのゴンドラって映画は僕の中でそのストーリーを説明してこういうお話だったっていうので映画の中で良かったねって解決するようなものにする気はさらさらなかったんで、この映画を見て感じてくれることでそれぞれの皆さん自分の人生をフィードバックしてもらいたい、それの着火点になってもらえればいいっていうふうに思って作ったので、見た瞬間からがスタートだと思ってるので、はい、ぜひ今日見て気に入っていただきましたら本当に1週間来週の今週の日曜日までこの劇場でもやってますから、一人でも多くの人に宣伝してもらえるとありがたいです。本当ありがとうございます。ありがとうございます、で今日はですねそのゴンドラのパンフレットも販売してまして、そちらがかなりいろいろと制作のその秘話とかね、1987年当時どういう状況だったとか、はい、コメントを寄せられた方のとかも再掲されてますし、もちろん今回のためにコメントを寄せてくださった方々とか、はい、監督の思いなんかも入ってまして、非常に読み応えのあるパンフレットなんですが、なんと500円という非常に安いですね、はい、いや儲ける気が一切なかったんですよ皆さんに伝えたいという思いが非常に、はい、もうやっぱり買いやすい値段というのが一番いいかなと思って本当に、はい、はい、表紙の絵がね劇中にもありましたが、あちらがかがりちゃんが実際に描いてるんですよね。本人がかがりちゃんが本人が劇中というか映画の中で描いてもらった絵です。上村ちゃんがね、はいはい、描かれたものを使われているということです、はい、オリジナルのサウンドトラックも1500円で販売をしております。で今日買っていただいた方には監督のサインをしていただ、はい、廊下で全部もれなくサイン入れますから、はい、ぜひ次回作の制作に協力すると思って買っていただくとありがたいです、はい、で今日その後希望者っていうか来てもらえる人がいたら、昨日もいっぱい来てくれましたけど近くの居酒屋さんで交流会やりたいと思うので、一本の映画を見て名前も知らない者同士がねこういう縁で出会って、はい、それぞれ映画のこと好き放題喋ったり、うん、僕に何でも聞いてくれたり、はい、そういう楽しい、うん、本当に2時間以内に終わらそうと思いますけど、はい、そういう楽しい会をしようと思ってます、はい、で割り勘で行くので、はい、でなおかつ昨日もそうでしたけど、はい、女子は半額ですいやもう優しい女子の分は半分僕は持ちますから、はい、ありがとうございます。ぜひこういう機会じゃないと、はい、いや全然知らない人と出会うなんてこともないですから、はい、はい、ぜひ参加してもらえると僕はありがたいです、はい、今日は本当にどうもありがとうございました。ありがとうございます。どうもありがとうございました。それではサインします。よろしくお願いします。長い時間にわたりましたありがとうございました。